ママ美容師のオンラインコミュニティのママ美パークを運営しています、関口優子です。ママ美容室でマネージャーしております、星幸子です。とママ美容師オーナーの星野理恵子です。今は専業主婦をしているのですが、これから復職を目指しているママ美容師です、神戸由香です。子供が私3人いて、1人目妊娠して産休育休経て室に戻って、で2人目を妊娠してまたお休みをさせてもらって、で保育園も決まって復帰の日も決まって、じゃあお客様たちに連絡しようっていうのも決まってるところで3人目の妊娠が、そこでものすごく悩んでしまって、お客様に対してもスタッフに対しても、あとお腹の子に対してもすごい苦しい気持ちになって、で本当に産んでしまっていいんだろうか、今作るべきだったんだろうかみたいな、すごく苦しい時期があったんですけど、その時にでもお腹は大きくなるし、保育園の断りは入れなくてはいけないし、で保育園は一度断ると次入りにくくなる、でいろんな事情もあるけれども、その時に社長に相談をした時に第一声で、いや産むでしょって言われた時にファーと明るくなって、で私はそれで産んで、その時はすごく良かったというか、辞めることに、もちろん退社することにはなったんですけど、良かったなって。産後2ヶ月で復帰したんですけど、なんかその時やっぱり産後の2ヶ月ってまだ体がガッタガタで、で子供も授乳しながら結構フラフラになりながらの状態で、でかつトイレで搾乳しながらおにぎり片手に食べながら搾乳して、でその時復帰した時も結構やっぱお客様ありがたいことに来ていただいたので、土日もすごい忙しかったので、もうその体力がすごいきつかったなっていうのがあって、私アシスタントだったんで、でもやっぱアシスタントでちっちゃい子がいるってなると、もう電話だけでもうなんか、あうちは取ってないんでみたいな感じで言われちゃって、うんうんうん、戻れなかったんですよ最初。そこが一番しんどかったかなって今思うとあるかな。してほしいことというよりは、自分はここまでだったらやりたいです、っていうふうに伝えて、その時にオーナーさんがどういうふうに返してくれるかによって、あここで働きたいなっていう風に感じるかなって今は思います。なんか求めてもらえないのが悲しいかな。分かるな、すごい分かる。なんかもしかしたら本当そこまでは頑張れないかもしれないけれども、でも気持ちはここまではやりたいし、ママだからできないわけじゃないしね。なんか私もいればいてくれればいいからって言われた時があって、悲しい。なんかでもいてくれればいいからってすごく多分、オーナーからしたらすごくなんか気を使って言ってくださった言葉なんだけど、私からしたらなんかいるだけでいいって求められてないんだなってすごくなんか悲しくて、でもきっとそういうつもりじゃないんだろうなって、信頼関係のもとをそうやってくれたんだなって思いながら、なんか求められないってすごい悲しいですよね。こうなんだろう、都内の有名店とかだと、その美容室のコンセプトに合った人を採用するっていう形が多分メインなんだと思うんですけど、やっぱりママに限ってはそれが通用しないというか、その方の都合に寄り添うっていうことはやっぱりうちはしてるなって、本当に6人中5人がママなんで、だからママさんを雇用するってなったら臨機応変せざるを得ないですよね。自分もママですし、自分も子供が入院したりとか、やっぱ風邪ひいて熱が出たり、そういうこともあり得るので、そういう時には私も協力してもらうんで、やっぱりスタッフが困ったことは最大限協力しようっていうスタンスでやってますね。確かにママ美容師って子供がすっごいちっ
ちゃい時は、うん、なんかね、急な熱でとか、うん、マイナス要素ちょっと多いかもしれないけど、うん、子供が20歳とかなったら全然フルタイムで普通に働けるから、うん、本当子供がちっちゃいうちだけなんですよね、うん、なんか大変な、うん、オーナーさんがそこにすごい寄り添ってくれたら、ここのサロンでめっちゃ頑張りますみたいな気持ちにもなるし、うんうん、最初本当に9時3時とかで帰ってたパートさんも、うん、なんかだんだん子供の成長に合わせて5時までいられますとか、うん、6時まで平気ですみたいな、ラストまで平気ですってだんだん変わってきて、うん、最後フルタイムっていう形が結構多いですね、うん、もう子供全然世話ないんで稼ぎたいんで働きますみたいな方も結構いらっしゃいますね。復帰を迷ってるママさんとか、うん、そういう方が、あ、このサロンならなんか1歳の子供がいてもちょっとずつ復帰できるかもっていうきっかけになればいいなとはずっと思ってますね。確かに相談しやすさ大事かもですね、うんうんうん、なんかその都度、うんうんうん、最初にいっぱい話して入るかもしれないけど、やっぱ絶対ズレって絶対あるような気がするから、なんかすごいコミュニケーション取りづらいんですよね、ママって。先上がっちゃうし、うん、なんか残ってちょっといいですかとか言えない、うん、営業中に、ね、バックルームでちょっと時間があれば話せるけど、忙しい時間だけ働いててで帰っちゃったら、うん、わざわざ LINE するのもなみたいなんでズルズル行って、うん、で溜まって溜まってやめますみたいなのがあるからなんか言いやすさ大事かもしれないですね。でもなんかママになってからそんじょそこらのことじゃ怖いものがなくなってません？あの子供産んでから接客をしたお客様、まあ、ずっと担当してた独身時代から担当してたお客様とかに言われたのは、あ、やっぱ変わったわねみたいなことをやっぱり言われるから、自分では気づかない何かが変わっているのかも。こっちは変えてるつもりは全くなくても、やっぱり本当の意味で寄り添えてなかったのかなって。ママの一番の強みで言ったら寄り添いすぎる、寄り添いすぎる、そして強さ、なんか結構子供が大きくなってみて思うのは、子供の成長ってすごいから、自分が成長しないと置いてかれるんですよ、子供に。さっきゆかちゃんが言ったその成長、すごいなんか動じないっていうかね、そういうのは学べたかなとか思うかな、うんうん、子育てで。この時間までにみんな上がらなきゃいけないから、これがもうこういう風にもう全部終わってるみたいなのが結構うちでは多くて、うん、そうなのでなんか助け合いながらみんな効率化してるなっていう感じがすごいします。うんうん、5分で何でもやっちゃうみたいな。そう時間の大切さってすごい。時間の使い方がねあるかもしれない。本当に。なんかぼーっとしてる時間ないかもしれないですね。働いてる時間の中でなんか時間が限られてるからこそ、うん、なんかいるのに何もしてないのがなんか。むずがゆいっていうか、時短なのにっていうのがあるかも、どっかに。ママビパーク、ゆうちゃんが作ってくれたママビパークの方で、いろんなサークル、ね、活動というか、部活みたいなのがあるんですけど、その中で私が、ハンドメイド部に入っていて、で今日も部長が作ったやつをつけてきたんですけど、あ、ゆうちゃんも部長作のやつをつけてるんですけど、なんだろう、作ることももちろん楽しんでるんですけど、チームというか、お店みたいな感じですよね。本当に仲間を作ってるみたいな感じになってて、でそこから、もし収束したら、コロナが明けたら、各地でママ美容師が作るハンドメイドのマルシェみたいな感じでやりたいなっていうふうに。今自分賛成ストレートを勉強していて、でやっぱりすごくいい技術なので、なんかそれをママさんたちに広められたらなってすごい思っていて、その今入ってるアカデミーでもう何人か声かけて、そのママさんストレートチーム作ろうみたいな感じで今話していて、まあ、ちょっと実際どうなるか分かんないですけど、これからまとめて企画上げるみたいな感じです。オープンチャットの中でなんか相談とかお悩みとか聞いてると、やっぱなんか私はこうしたいのにオーナーがこうだからどうだあだっていう話とか、
でもそういうスタッフを求めてるサロンって多分他にあるはずなのに、でもそこ辞めづらいっていうか入っちゃったしっていう感じでずっといて、ずっと不満があるみたいなの結構聞くから、でもそれってもう求人の段階で分かっていればそんなこと絶対なかったわけで、だからそのこんなジャンルのママさんにぴったりのサロンここですみたいなサービスとかあったらめちゃくちゃいいなと思って。復職、再就職をしたいと思っていて、面接を受けるのが二十歳ぶりだと思うんですけど、まあ、どこで働くかまだ決まってないけれども、これから働きたいなと思って、面接を受けるときに気をつけることだったり、これを言った方がいいよみたいな、伝わるよみたいなのがあれば、今って求人してますかとか、そういうのを聞く段階であらかた話しておいた方がいいと思います。例えばちょっと土日は無理なんですとか、面接で話す前にある程度履歴書に書いとくとか、ね、なんかせっかく面接に行って、あ、うち土日出らんないんじゃちょっと、そうですね、とかだと、美容師辞めたいと思ったことありますか？私はないです。大変だっていうことはもちろんあったし、1年目2年目の時は電車が間に合わなくて、終電に間に合わなくて、それでも楽しかったが勝ちましたね。先輩怖いし練習嫌だって思うことはあっても、お客さんに会えなくなるっていうのが嫌だみたいな方が強かったですね。第1回目の辞めたい時期はアシスタント子供が入院しちゃって、初めてなんかそれまでバリバリ仕事しててなんか人に預けて、子供が病気でも親とか人に預けてなんか働いてて、そしたら実はちょっとこういう病気だったからみたいな感じで入院しなきゃいけなくて、2週間ぐらい入院だったんですけど、その時にこれはちょっとやめなきゃいけないのかなって思った時に、やっぱ自問自答して、あ、子供のために仕事辞めた方がいいのかな、どうかなって思って、なんかこう保育園行けるようになって、帰りの自転車乗りながら、2歳かな、そんなにしっかり喋れないくらいの時に、なんかママもお仕事辞めてもいいかなって聞いたら、うん、ママお仕事だよねって返されて、それでも泣きながら自転車越えて、あ、もうこれはちょっとこう頑張ろうって思った瞬間で。あ、皆さんママなのでお子様が大きくなった時、どんな子になってほしいなとかありますか？やりたいことになったらとことんやってほしいって思うので、特にうちは男の子3人なので、まあ、自分で自立できる人間になってほしいので。美容師になりたいね、どうしよう、ね、大変だよね、いや、まあ、自分が本気でやりたいんだったらやってみなって言うかもしれない。もうそこそこ大きいんで、長男はもう高校2年生なんで、割と将来見えてきてるんですけど、大学行かせるつもりで、今高校に入らせたつもりだったんですけど、まあ、本人は就職したいって言ってるので、まあいいよっていう感じで即答しましたね。自分がやりたいようにやればいいんじゃない？まあ幸せならいいよって思いますね。一番上だけ女の子で、下二人男の子なんですけど、もうなんか、なんですか、男の子ってそうなのかもしれないですけど、本当にずっと笑ってる、なんて言うんだろう、うちが特殊なのかな、なんか本当によく笑う子供たちで、これからもちろん大変なこともあるし、いろんなことあると思うけど、もう好きなことして、自分だけが笑ってるんじゃなくて、周りは巻き込んで、周りの人を、ね、を楽しくさせるような、で自分が楽しいみたいな子に育ってほしいなって。だから何しててもいいかな。みんなね、ここにいる人たちって
みんな自分が好きなことやってるから多分そう思うんだろうけど、ね、結構親の理想をさこう押し付けたりさ、親がこうできなかったから子供にはこうなってほしいとか言う人いるけど、うん、ね、確かに一切ないね、ないよね、うん、そう